こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は連続テレビ小説カーネーションの第92話から第97話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。連続テレビ小説カーネーションの第92話のあらすじは以下の通りです。第17集隠しきれない恋路ギタリス。連続テレビ小説カーネーション第92話では、いとこが抱える複雑な感情と周りの人々との関係性がさらに深く書かれています。この回ではいとことスボーの密かな関係が思わぬ形で浮き彫りになる瞬間が見どころです。スボーに抱きしめられる現場を北村に目撃され、いとこは心の中で大きな負い目を感じます。大事な新店舗の開店の日にこんな事態を引き起こしてしまったことに罪悪感を抱き、北村に謝罪したいと考えますが、スボーは自分が謝ると言っていとこを止めます。このシーンではいとこが人間としての優しさと強さを持ちつつも、迷いと葛藤に揺れる姿が鮮明に描かれています。戦後の復興期、洋裁業界で奮闘するいとこにとって、こうした個人的な悩みは事業に影響を与えかねない状況であり、彼女の立場の難しさが浮き彫りになります。しかしこの回の興味深い点は、いとこがスボーの気持ちを知り、少しずつ自分のための服作りに没頭していく姿です。新しい洋服を毎日のように縫い店頭に並べることで、いとこが自分の存在価値を再確認しようとしているのかもしれません。ここには彼女の成長と内面の強さが表現されています。さらに組合事務所での三浦との会話では、いとことスボーの関係が噂として広まっていることが明らかになります。特に驚くべきは、噂を広めたのが北村本人であったこと、そして彼がいとこに惚れていたという事実です。戦後の日本では男女の関係に対する社会の目が今よりも厳しく、スボーの妻が原爆の後遺症で苦しんでいることも加わり、三角関係は一層複雑化します。スボーが本気でいとこを愛していることを三浦が語る一方で、彼は妻を捨てることができない、この苦しい現実が登場人物たちの人生を大きく揺さぶります。このエピソードでは、戦後日本の激動の時代背景の中で個々の感情と社会の厳しい現実が交錯し、いとこたちの物語が深みを増しています。複雑な恋愛模様と人間関係のすれ違いが視聴者を引き込み、次の展開がどうなるのか気になるところです。連続テレビ小説カーネーションの第93話のあらすじは以下の通りです。第17集隠しきれない恋路ギタリス。第93話ではいとこの家族の絆と戦後の復興期における人々の奮闘が重なり合い、物語が一層深みを増しています。この回はいとこの三姉妹の奮闘とスボーとの再会が感動的に描かれており、特に三姉妹の純粋な努力に心を打たれる瞬間が印象的です。まず三姉妹がピアノを買ってほしいと願い続け、自分たちで小物を作って店頭で売ることを決意する姿は、戦後の厳しい時代に生きる子どもたちの強い意志を象徴しています。いとこが彼女たちの努力を一度は撤去してしまうものの、千代が完売したと芝居を打つシーンには、家族間の温かな愛情と知恵が垣間見えます。子どもたちが完売の喜びを感じ、夜遅くまで新しい小物を作り続ける姿には、何かを成し遂げたいという純粋な思いが伝わってきます。しかし嘘が明らかになった時の三姉妹の失望と無気力さは、まさに子供らしい反応であり、視聴者も共感せざるを得ません。このエピソードでは家族愛とともに戦後日本の復興期という背景が色濃く映し出されています。人々は物資の不足に苦しみながらも、未来に向けて少しでも明るい生活を目指して努力していました。そんな時代にあって、三姉妹のピアノが欲しいという夢もまた小さな希望の象徴といえます。ピアノの購入という願いが家族の日常に少しずつ影響を与え、様々なドラマを生むのです。
一方で、いとことスボーの再会も重要な展開です。スボーがいとこに雇ってもらうよう提案される場面では、戦後の社会での職を得ることの難しさが書かれます。特にスボーが足を骨折し働けなくなったという事実は、当時の社会保障や医療の未整備な状況を物語っています。それでもいとこはスボーを翌日から雇う決断をします。このシーンにはいとこの強さと優しさがよく表現されています。いとこはただ自分の事業を成功させようとするだけでなく、周囲の人々をも支えたいという思いを持っているのです。またいとこがスボーとの待ち合わせに着ていく洋服を選んでいる最中、ピアノコーテの紙片が洋服の至るところに貼られている場面は、コミカルながらも家族の絆を感じさせる心温まる瞬間です。子供たちの純粋な願いが家族の日常を少しずつ変えていく様子が微笑ましく書かれています。第93話はいとこの家族や周囲の人々との関係がさらに深まる一方で、戦後の日本社会の現実も描かれており、今後の展開が一層楽しみになります。連続テレビ小説カーネーションの第94話のあらすじは以下の通りです。第17週隠しきれない恋路ギタリス。第94話は戦後の復興期という厳しい時代背景の中で、家族の成長や人間関係の進展が鮮やかに書かれています。昭和23年、いとこと三姉妹の日常を中心に繰り広げられるこの物語には、家族の絆、個々の才能の芽生え、そして新たな人間関係の予感が詰まっています。まず三姉妹がついに中古のオルガンを手に入れたというエピソードが心温まります。戦後の厳しい経済状況の中、子供たちがオルガンを手に入れることができたというのは、小さな夢の実現の象徴です。しかしその夢が叶った瞬間から、今度は弾く順番をめぐって喧嘩が絶えないという現実が待っていました。いとこが喧嘩するならオルガンを返すと脅しても、まるで効果がない三姉妹の姿には子供らしい無邪気さとエネルギーがあふれており、思わず微笑んでしまいます。一方で優子と直子のそれぞれの才能が明確に描かれるのも、このエピソードの見どころです。優子は裁縫の才能に目覚め、直子は絵を描くことに自信を持ち始めます。小物を作って売ることはできなくなったものの、優子は裁縫に没頭し、直子も負けじと再び小物作りを始める姿には、彼女たちの成長が見えます。この時代、戦後の復興期において、子供たちが自分の才能を見出し、それを育てようとする姿は、未来への希望を象徴しているようです。またいとこが安岡美容室で見かけた見慣れない男の登場も、今後の物語に緊張感をもたらします。いとこはこの男をうさんくさく感じるものの、夏が彼と肩を並べて出ていくシーンは、二人の関係がこれからどう展開していくのか興味をかきたてます。この新たな人物の登場によって、物語に新たな展開が生まれ、いとこの周囲の人間関係がさらに複雑化していく予感が漂います。さらにスボーのミシンがついに店に届いたというシーンも見逃せません。店の経営が順調で、いとこやスボーを中心に和やかな空気が流れる中、棚卸しをしている様子は、戦後の苦しい時代を乗り越えて前進する姿を象徴しています。しかしここで再び安岡美容室で夏を迎えに来ていた中年男が現れることで、物語にさらなる波乱の予感が差し込みます。平穏な日常の中に忍び寄る影のようなこの展開は、今後のストーリーに緊張感をもたらす要素となっています。戦後の復興期を舞台に、家族の成長と新たな人間関係の始まりが交錯するこのエピソードは、いとことその家族、そして彼女を取り巻く人々がどのように変わっていくのか、ますます目が離せない展開です。連続テレビ小説カーネーションの第95話のあらすじは以下の通りです。第17週隠しきれない恋路ギタリス。第95話は感動と驚きに満ちたエピソードで、物語の深みを増す展開が繰り広げられます。昭和23年という時代背景の中で、
家族の絆、恋愛、そして人生の選択が巧みに書かれています。これまでのストーリーを振り返ると、いとことその家族の成長が際立ち、視聴者を引きつけてきました。このエピソードでは夏の未来を大きく変える決断が書かれています。安岡美容室の前で待っていた中年男性桜井が登場し、夏との結婚式に向けた塩ビ服とウェディングドレスの注文をしに来ます。桜井が夏の過去をすべて承知の上で彼女を幸せにしたいという意思を持っていることが明らかになり、いとこはその真摯な気持ちに感動します。大きによろしゅうお願いしますと涙を浮かべて頭を下げるいとこの姿には、母親としての愛情が込められており、見ている者の心を打つ瞬間です。一方、夏はウェディングドレスを着たがらない様子で、いとこは彼女の気持ちを考慮しつつ、玉江や八重子と協力してドレスの制作を進めます。この過程で家族の支え合いや親子の深い絆が再確認されるのが素晴らしいポイントです。家族の力で夏を幸せにしようとする姿勢が時代を超えて共感を呼びます。桜井が作った塩ビ服、いとこが手がけた夏のドレスが完成する様子は、まさに特別な瞬間の到来を予感させます。そして嫁入りの日が訪れると、夏が安岡美容室を出ていくシーンには感慨深いものがあります。家族や友人たちへの感謝の気持ちを伝え、桜井と共に新たな人生へ旅立つ夏の姿は希望に満ちており、見る者を心温まる気持ちにさせます。しかし物語はここで終わりません。店にかかってきた電話を受けた会計の恵みの表情が一変するシーンには緊張感が漂います。噂という彼女の一言が物語の今後の展開に不穏な予感をもたらします。夏の幸せな旅立ちの裏に何が待ち受けているのか、その真相が気になるところです。カーネーションは登場人物たちの感情や人間関係が巧みに描かれており、感動的な瞬間やドキドキする展開が続きます。このエピソードもまた登場人物たちの選択がどのように彼らの人生を形作るのかを問いかける作品であり、見逃せない内容になっています。歴史的な背景とともに家族の絆や人間関係が深まる様子に心を打たれ、次回が待ち遠しいです。連続テレビ小説カーネーションの第96話のあらすじは以下の通りです。第17週隠しきれない恋路ギタリス第96話は、家庭の絆、愛、そして噂が引き起こす混乱が交錯する非常にドラマチックな展開が魅力的です。このエピソードではいとこと須坊の関係が周囲に波紋を広げる様子が書かれ、視覚的な緊張感と感情の高まりが見て取れます。物語はある日慶が受けた電話から始まります。この電話は須坊が北村を騙したことで組合を追放され、その後いとこの店に囲われているという驚くべき内容でした。めぐみはいとこを尊敬しながらも、妻子持ちの男を囲い込む行為に対して涙ながらに訴える姿は彼女の心の葛藤を見事に表現しています。この瞬間からいとこの選択が周囲にどのような影響を与えるのか気になるところです。須坊との関係が隣近所に広がると、店の前には好奇心旺盛なやじ馬たちが集まり、騒然とした雰囲気に包まれます。噂はあっという間に広まり、須坊が店を辞めることを申し出た時、いとこは何を言われても耐えられるからそばにいてほしいと答えます。この言葉には愛情と決意が込められており、見る者の心を揺さぶる瞬間です。しかし噂はさらに広がり、清香や木本、神戸のおじ夫婦、勝の兄弟までもがいとこの元に押し寄せてきます。彼らは二人の関係を終わらせようと必死に説得を試みるのですが、いとこは自分の罪を認めた上でみんなの説得を拒否します。このシーンはいとこの強い意志と決断力が現れており、彼女の成長を感じさせる瞬間でもあります。そんな中、2階でその様子を聞いていた三姉妹が思い切って前に出てきます。母の好きなようにやらせてほしい、母を許してほしいと手をついて願う姿には、
家族の絆が見事に描かれており、感動的です。彼女たちの勇気ある行動は、家族の愛情を再確認させ、物語に新たな深みを与えます。昭和23年という時代背景の中で、女性たちが自らの選択をし、愛を貫く姿は、当時の社会情勢とも密接に関連しています。このドラマを通じて、女性たちが抱える葛藤や社会からのプレッシャーに立ち向かう姿が描かれ、見る者に多くの感情を呼び起こします。この第96話は、いとこが須坊との関係をどう受け止め、どのように立ち向かっていくのかが大きな焦点となります。周囲の反応や家族の絆がどのように彼女を支えていくのか、今後の展開がとても楽しみです。カーネーションの物語は、愛や家族の絆を深く掘り下げ、見る者の心に残る作品となっています。このエピソードもまた、心を熱くさせる内容であり、次回の展開が待ち遠しいです。連続テレビ小説カーネーションの第97話のあらすじは以下の通りです。第17週隠しきれない恋路ギタリス第97話は、いとこと須坊の関係が新たな局面を迎え彼らの選択とその影響が深く書かれています。昭和23年12月、いとこは隣町に須坊の紳士服店テーラー須坊を開くことを決意します。年末には店のほぼ完成が見えてきたものの、須坊の表情はどこか冴えません。彼の心の内には、家庭や家族への思いが渦巻いていることにいとこは気づきます。この時代背景を振り返ると、戦後の日本は復興の途上にあり、人々は新たな生活をつこうと奮闘していました。そんな中、須坊の紳士服店は彼にとっての夢であり、同時に家族との絆を深める象徴でもあります。しかし、いとこがその夢を叶えてしまったことで、須坊の心には複雑な感情が渦巻いているのです。須坊の息子から父ちゃんを返せとなじられた優子の辛さは、家族の絆が試されている瞬間でもあります。須坊自身が自らの家族を案じていることに、いとこは次第に気づくのです。いとこは、須坊の夢を自分が実現させてしまったことを感じ取り、彼に対して詫びを入れます。このやりとりは彼女の成長を象徴しています。彼女はただ自分の道を進むだけでなく、須坊との関係や彼の心情を理解し、配慮しようとしています。これは、愛情と責任の狭間で苦しむ女性の姿を表しており、見る者に強い共感を呼び起こすのです。12月30日の夜、いとこは生まれて初めての無断外泊を決行します。この決断は彼女が自らの人生をどう進めるのか、そして須坊との関係をどのように整理していくのかを象徴する重要な瞬間です。明くる朝、店を須坊に売る契約書に調印する場面では、さようなら、お元気でと互いに別れを告げる姿が心を打ちます。この瞬間は、彼らの関係が新たな形に変わることを示唆しており、今後の展開がますます楽しみになります。いとこは帰宅後、日常に戻る決意を固めます。この描写は彼女が過去を背負いながらも前に進もうとする姿勢を強く感じさせ彼女の成長を印象付けます。家族や愛情、夢と現実の狭間で葛藤するいとこの姿は、多くの人々にとって共鳴する部分が多いのではないでしょうか。カーネーションは単なるドラマではなく、愛や夢、家族の絆を掘り下げた深い物語です。第97話では、特にいとこと須坊の関係がクローズアップされ、彼らの選択がどのような未来を切り開くのか、ますます目が離せなくなります。次回の展開が待ち遠しい限りです。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは、国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。